日本神奈川県横浜市中区不老町不老町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は不老町一丁目から不老町三丁目で住居表示未実施。郵便番号は二三一のゼロゼロ三二面積は零点零六零平方キロメートル。中区北西部に位置し、北西は万代町、南西は長者町、南東は王町、北東は 新横浜通りを挟んで港町及び横浜公園に接する。横浜市庁舎に近い北東側が一丁目となる。町のほぼ中央を港通りから伸びる幹線道路が貫く。一丁目は JR 根岸線、関内駅南口周辺の繁華街として飲食店等が多く出店している。不老町は正しくは、関内地区ではないが、関内駅が最寄りであることから、 店舗名を館内店としている例も見られる。二丁目には1962年に横浜文化体育館が開館し、二重施設の平沼記念レストハウスが隣接する。三丁目は UR 都市機構のアーベインルネス長者町をはじめ、集合住宅が多い。町内に鉄道は通っていないが、至近距離に根岸線館内駅南口及び、 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢崎長者町駅がある。江戸時代に堀割川を改札して生じた土砂で沼地を埋め立てた吉田神殿の一部として開墾された。1873年に現在の町名となる。当初は1から4丁目に分かれていたが、後に1から3丁目に改められた。1889年に横浜市1927年に 横浜市中区の一部となる。1874年に一部を長者町に編入。1898年に埋め立て地を編入。1909年に一部を長者町、万代町に編入するとともに沖縄町の一部を編入したため、町域は当初より若干異なる。地名は不老不死の地とされる霊前放来にちなんだ随称地名である。 小泉役もは、1894年の著作、グリンプセズ・オブ・アン・ファミリア・ジャパンのエイティ・ザ・マーケット・オブ・ザ・デッドにおいて、フローをザ・ストリート・エバーラスティングと紹介している。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。